フランシスコ・デ・ペニャローサフランシスコ・デ・ペニャローサは、スペイン世紀ルネサンス音楽の作曲家、タラベラ・デラ・レーナ出身。教会学長として長らくセビーリアで活躍するが、ブルゴスにも滞在し、1518年から1521年まで、ローマで教皇庁にも仕えた。ペニャローサは、モラーレス以前のスペイン人作曲家では、最も著名な一人であり、 その作品は当時としては高い評価を受けていた。不幸にして出版術の恩恵に抑くせず、また出版業の中心地であるベネツィアやアントウェルペンとは遠く離れたスペインに長年留まっていたことからペニャローサの作品は広く悪ふしなかった。後輩スペイン人作曲家のゲレーロやモラーレス、ビクトリアらがローマに行って経歴を築き16世紀のヨーロッパを支配した。 フランドル学派の作曲家と同じように作品が出版され各地に流通したのとは対照的である。ミサ曲、マニフィカとモテット、イムヌスなどの宗教曲を手掛けたが、世俗曲も六世のクオドリベットなど11曲が現存する。ペニャローサは明らかに大砲やカノンに凝っており、単戦率成果の低戦率をハイネバン・ギゼゲムの有名な世俗歌曲の逆行型と、 組み合わせるといった思考も見せている。長年ジョスカン・デプレの作品と推測されてきた、モテット・サンクタ・メタ・アイスタット・アガスは、ペニャローサの作品である。このことは、両者の様式的な類似や、ペニャローサ作品の質の高さを示していよう。ありがとうございます。